カンハンプリンセスのゲートインです。15頭の女馬が錦織りなすエリザベス女王杯、今スタート。まずまず揃ったスタートを切りました。足毛の馬体弾かれるようにシェルズレイ、その外の方からはライラプスが行きました。それから12番のウィングレットでありますシェルズレイ、ライラプス、ウィングレット、そのあたり、それからキストゥーヘブン、このあたりも割と前に行っている。スイープ東証は現在後ろから3、4頭目であります。川上プリンセスは馬場の真ん中内の方に入れたいところ。川上プリンセス、これです。被災地パンドラのすぐ後ろ、これを見るようにスイープ東証が続いている。そして不気味なサンデイジャスパーであります。さあ1コーナーから2コーナーに向かいます。足毛の馬体が秋の日差しに変えている。先頭はシェルズレイ、3馬身のリード、2番手に9番のライラプスであります。3番手さらに5馬身から6馬身と差がついて、アサヒライジング3番手、キストゥーヘブン早々と4番手、内を通ってアドマイヤキッス、その外へ12番のウィングレットが続いて、今 1000m57 秒、速いペースです。リアデラノビアがいます。フサイチパンドラ、それから5番のソリッドプラチナム、もうこらえきれないような感じで川上プリンセスが行っている。それから2番のヤマニンシクルは折り合いがついた。スイープ東証でありますレクレドール、その外へサンレイジャスパー、内から4番のヤマトマリオンであります。こういう体勢で第3コーナーの坂、さあ坂の頂上から早くも半マイル、先頭はシェルズレイ、シェルズレイ、クリストフルメールが10馬身近いリードを取っている。2番手には9番のライラプスであります。3番手は武豊とアドマイヤキッス、さあ後方集団からピンクの帽子川上プリンセスは被災地パンドラと一緒に今5、6番手に上がってくる。まだまだ池添のスイープ投手は抑えている。ライラプスはすでに失墜、ライラプスは潰れた。さあ先頭はシェルズレイ、内へ入った武豊、内からアドマイヤキッス、外から被災地パンドラ、そして朝日ライジング、朝日ライジング、その後ろからようやく今川上プリンセスが真ん中、バグンを割ってきた、バグンを割ってきた、大外からスイープ投手、大外からスイープ投手、内から川上プリンセス、リアデラノビア、リアデラノビア、外から被災地、大外スイープ投手、しかし川上プリンセス世代交代、無敗の6連勝です。やっぱり強い川上プリンセス、去年の女王スイープ投手を破りました。